昔からね、カマキリの卵の高さによってその年の積雪の量を予測できるっていう話はあったのさ。で、まあ、要するにカマキリもね、卵は一番大事じゃん。自分の子供で子孫なんだから、それが雪によって潰されないように高さを自分で予測して植え付けるわけさ。だから高い位置に植え付けてる場合は、高い位置に植え付けてる場合は、雪が多く降るということで、低い位置にある場合は雪が少ないと、この辺までしか来ないとか、このくらいだとかね、低いところにこのくらい来たら潰れる可能性も出てくるから、そういうことをしないように、自分の子供たちが元気に健康に生まれて育てれるように、その卵の高さっていうものを調整している。だからそれが高く生まれた時は、産みつけられた時は雪がいっぱい降るぞ、覚悟しろよと、低い時は雪が少ないぞってね、昔から予測してたのね、昔の人はね。で、これ実際に信憑性あるっていうか、相関っていうのかな、そういうのがあるってことを研究して調査して突き止めた人もいるんで、これは信憑性あるよっていう情報なのね。で、今年どうなのっていうと、低いです。40センチぐらいの高さで草刈り、トウモロコシを片付けしてるとき、草刈りか、トウモロコシを片付けたな、トウモロコシだったかな、の中の草だな、3、40センチの高さに、このくらいか、ね、このくらいの高さのところに産みつけられてたから、あれこれ今年雪少ねえんじゃねえかなってね。で、実はこの動画のこっち側にもあるわけよ。ちょっとカメラ持ってそこを見せますんで。実はね、ここもう映ってるんだ。ここがズームしていくよ。ちょっと動かすよ、ほら、よいしょ。これカマキリの卵、これがカマキリの卵なのさ。これここにあるの、光でちょっと見えづらいけれども、すごい低いじゃん。やっぱ30センチじゃないな。ちょっと待ってな。これが、ここが30センチぐらいだから、まあやっぱり40センチぐらいだね、高さね。ってことは、地面から40センチってことは、今年の雪は、少ないね。それで、この雪が少ないと何が困るのかっていうと、俺はね、屋根の雪下ろしとか、家の除排雪とかの仕事もしてるわけさ。で、今年から夜間除雪、2トンダンプ買ったんです。2トンダンプでも参加させてくれるっていう人がいたんで、まあ少しはね、そういう仕事もあるかなって思ったんだけども、そもそも雪が降らなければ、屋根の雪下ろししてくれっていう依頼もないから、これはちょっとやばいんじゃないかなーなんて思ってて、で、気象庁の方も、やっぱ暖冬だと、今年は。暖冬傾向だと。まあすごく冷え込むと雪が逆に降らないっていうのがあるから、暖冬だとどのくらいの暖冬かわからないけれども、逆に雪降るかもしれないし、まあでもカマキリの様子とかを見てれば、もしかすると今年雪少ないのかななんて思うんだけれども、まあね、俺は雪降ってくれた方が仕事いっぱいあるからね、助かるんだけれども、冬どうしても畑できないし、 YouTube やればいいからね。YouTube で皆さんにね、俺はこう思うよ、こうだよ、土作りこうすればいいよってやればいいから、仕事がないってことはないんだけれども、やっぱり一撃の稼げる量が、やっぱりまだ YouTube よりも雪の方がすごいんで、儲かるんで、はっきり言って言うと。だから雪降ってほしいなっていう人なんだよね。だけども今年は、カマキリの卵の高さが低いから雪少ないのも覚悟しながら、雪が少ないことを想定しながら、冬の仕事を、まあ、少しずつ溜めている状態、今。雪が本当に少なくて、依頼が少なければ、まあ、そっちの仕事をやろう、YouTube をやろうっていう方向で、まあ、準備もしている。どっちでもいいように、雪が多くても少なくてもっていうことで。っていうことで、自然を見て、これからの季節どうなるかっていうことを予測するのね、昔の人たちは。だから、昔の知恵っていうのは本当大事なのね、本当。だから参考にしてるの。だけども、今、異常気象とかであるから、それがね、動物たちも見誤るかもしれないし、だから絶対ではないんだけれども、参考にはなると思うんで、とりあえず青森はカマキリの卵の高さが低いんで、今年は雪が少ないかなと俺は思います。さあどうなるか分かんないけど、俺は降ってもいい、降ったら仕事で頑張って稼ぐし、ダメだったら YouTube 頑張る、他の倉庫に貯めてる仕事を消化するね、どっち行ってもいいように準備はしてるけれども、まあどっちかな、楽しみだなって予測がね、ただ予測が立たないからね、今ね。だから仕事を組み立てるのも大変だよ。雪降らない地域だったら年中同じ仕事をね、建設業、畑なら、まあ畑もやれるやれないあるかもしれないけど、南の方でもね。
あのそれもやれるものはあるだろうし、雪降ればあの建設会社の人大工さんでもやりづらいところもあるし、農家はまあ畑やるっていうのも寒地苗ほうれん草とかもあるけれども、それもやっぱり農業生産はやっぱり一時期お休みになるわけだし、ね、だからやっぱこの雪降るか降らないか確実じゃないものにかけるっていうのもちょっと危ないところがあるから、どうしようかなってね、まあ、とりあえずそれは俺の都合の話なんだけれども、カマキリの高さによって、その積雪ある程度予測できる、それも信憑性があるっていう研究した人もいるんで、もしカマキリの卵をね見た時に高いか低いかで、まあ、雪が降る地域だったら、あそういえば低ければ雪降らないんだな、じゃあ今年多いかな少ないかななんてね考えてみるのも一つの手かなっていう、手かなっていうか自然を楽しむ一つの指標になるかなと思って、まあ、カマキリの卵があるだけじゃなくて、さあその後どういう環境になるかっていうこともちょっと一つ考えてみてほしいなって思います。